山田と待ち合わせして漫画の続きを借りることになった。っていうかめちゃくちゃ早く着いてしまった。2時だったよな。あ、びっくりした。2時だったよな。場所確認しとこうかなって。いや、ストーカーかよ。そりゃあんな顔するわ。お、やっと顔見れた。